どうもポンシロです。今回はついに来ました、このイベントさんのゴジータを使っていこうと思います。いやガチでイラストかっこよすぎる。とりあえず赤い一つまで育ててきたので、今回はこんな感じの青紫合体でレート潜っていこうと思います。それではやっていきましょう。マジでかっこいい。このゴジータ打撃寄りのキャラかな。さあ来ましたね。お相手さんは未来パーティーですね。よろしくお願いします。タックルかぶせて、うん、キャラチェンアーツか。なるほど。ここは射撃ないのかな。ゴジータで受けてみますか。はい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 、まあまあ耐久はそこそこって感じですね。まあまだ赤い一つなんで、これが貫突しますからね今後。ここはタックルいって、おっとタックルいけないぞ。ここタックル回避打って、ここは射撃打っちゃいましょう。オッケー、いいよ。さあ行け。え、待って、どういう火力してんの。やるじゃねえか。これ打撃圧打つたびに泥速が上がります。やばいやばいやばい。いやめちゃめちゃ火力ありますね。さあ欲張っていいよ。いやガチで強すぎんか。打撃火力半端ないですね。タックルかぶせていいよ。さあここはベジットにつなげて、さあ相手はベジット出てくる。おっと降参と対戦ありがとうございました。いや打撃火力半端ないですね。いや必殺も打ちたかったな。さあ来ましたね。お相手さんは強いキャラ詰め込みパーティーですね。さあ初手は回避して、回避して、回避回避しましょう。 OK いいよ。はおかしいだろ火力マジで。外していいよ。ここは特殊も打って打撃呼んできましょう。おっとそっか、そういえばそんなのあったな。うるかい。いやめっちゃ火力出てる。ここ必殺は温存しましょうか。なんですか。なるほどね。さあここは射撃カバチン、なるほど外してくるか。オッケー、ここは交代騎士必殺ぶち込んでいきましょう。お前の相手は俺だ、ファイナル。いいよ、ナースト天才、マジで天才だお相手さん。打撃アン振って、打撃アン振って、おっと噛み合ったぞ。うわベジベジフル強すぎだろ。俺が相手だ。さあ、ま、だだ、おっと脳死じゃないのか。ここは単発で止めて、単発で止めてライジングかぶせたいな。さあ打撃はしっかりカバチェしていって、 OK 最速いいよ。さあここはライジング行きましょうか。さあここは交代禁止くるんでメイン切っちゃいましょう。 OK。 いやこれウルゴジ強すぎたな。ちょっといやでも初手の火力めちゃめちゃあったんで大活躍でしたね。対戦ありがとうございました。さあよろしくお願いします。お相手さんすごい人いますね。さあここはメイン切っちゃって必殺いきましょう。これで決める。ほらとどめだ。いやいい火力すぎでしょこれは。かぶせましょうか。 OK 射撃かぶせていけ。決める。はい、はあ、はい、どういうこと。そりゃ俺が相手だ。いや避けさせよ。決める。ここだ、受けてみろ。いや後隙ないのか、これ強いな。避けさせてライジングめちゃめちゃ強いですねこれ。さあ来ましたね。お相手さんは髪の毛パーティーですね。これは上さんでいっか。さあよろしくお願いします。初手は回避してアマキャ行きましょう。おその場回避か。魂なの。さあここは外して打ちましょうか。射撃単発で止めて、ヒット確認はできるんだ、うまいな。必殺打っちゃっていいよ。射撃合わせて、ここはどうしようかな。ミスった、あぶねえ。ベルガモに普通にタックル打っちゃった。ここは受けましょうか。回避見て射撃打って U 字ムーブで、そろそろ終わらせてやるぜ。そのまま行きましょう。タックル回避打って、おっとやられた。
打撃の人って何してるんですか。いやウルゴジ強すぎだろ。さあここはゴジタに変えて、いやめちゃめちゃ強いこいつも。なるほど、相手はベジータさんですね。メイン切っちゃいましょう。うん、何もしてない。何してくる。タックル回避いきましょうか。ここは特殊警戒して、うわ射撃ミスった。今かぶせるの。それはオッケー、ヒット確認行って必殺までいきましょう。さあここは特殊も切っちゃって、打撃キャン振って、おっとうまい。特殊使って、単発射撃打っちゃって、回避して打撃キャン振って、粘ってきますね。メイン切って貴様の方だ。釣れない、うまいな。おっとこれは甘いんじゃないの。いや打撃火力半端なすぎマジで。おかしいでしょマジで。これゴロソク3段階ですからね今。はぁ強すぎマジで。極ベジ持ってった。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは劇場版パーティーか。いやこのブロリーやばいんだよな。なんか新しくユニフラが来て火力が化け物級になったらしいですね。ゴリトツすぎんか相手。さあよろしくお願いします。初手は回避して、おっと射撃撃ってくるか。勇敢ですね。ここ変えれないな、さすがに変えちゃうとドロソク上がるんでね相手。ここは一確認行きましょうか。UG ムーブで OK いいよ。さあ行け、OK 出てくる。ここはそのまま殴っていいよ。前ダッシュで行って OK、 これでドロソク2段階ですね。面切っちゃおう。 OK、 これ必殺いけ。これで結構いいダメージ入るんじゃない。え、もしかしてこれあれか、確定じゃない。いや待って、でも強すぎ。かぶせ系だと思ってたんですけど違うのかな。メイン切って、回避読み OK いいよ。今のかぶせ系じゃないのか、ちょっと普通に外事でしたね、ごめんなさい。ただ火力は半端なかったですね。いやブロリー硬いんだけど、なんかほらいけいけ。いやでもこのブルーベジット君も最強ですね、火力素晴らしい。うわすごいお相手さん。ここは下がってメイン警戒して、これもう突っ込んじゃいましょうか。 OK、 まあ場に使わせればよかったんでね。これはそのまま行って、さあ特殊で打撃持ってきて、いいよ、さあ持ってけ。これで決める。よいしょ、いや持ってけないのか。 OK 射撃かぶせて、いやかっこよすぎ。まあ今のコンボ補正もあったし振り属性だったんでね。であれどういう必殺の種類なんだろう、ちょっと分かる方いたら教えてほしいですね。かぶせ系だと思ったんですけど違いましたね。よし、対戦ありがとうございました。ということで今回はイベントさんのゴジータ使っていきました。いやマジでモーションかっこよすぎましたね。赤い一つだったんですが打撃火力もめちゃめちゃありましたし、必殺もかなりダメージ出してましたね。イベントさんにしては最強クラスで強いと思うので、ぜひ皆さんも使ってみてください。貫突したらまた動画撮ろうと思っているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回はこのくらいで終わります。では